電車でごプロフェッショナル仕様、今回は大阪環状線大和路快速これを221キロとなります。駅数が多いわけではないんですけども、ちょっと長いのでポイントだけ押さえてスキップするという感じでいいかと思います。この90キロオーバーするのに止まりからさすがに止まらないで止まれないでしょ。西九条停車180メートル、西九条180メートル前に A90 でしょ。これオーバーする人のバウンドは止まらないですね。残り15秒何すんねん。 OK、 すごい数制限があるけど、まあ、あんま関係ないっすね。さあ来た、どうなの、これだかな、ね、電線長停車、電源解除、止まれるか、これ雨降ってるから結構ギリギリですね。おお、ギリギリ、あー止まらんね。何すんねん。まあ、ここは立つことないですね。間に合わないことはないわ、減速が。減速する必要もないし。さあ、270キロ最高速度の120キロに続くとします。進行。どうなる？進行。何キロ出るこの電車でよ。今宮、ルカ。122。出発進行。止まれっか、止まれっか、道内連続まもなく新今宮、止まれね、新今宮です。南海線、南海線はお乗り換えです。さあさあ、出発進行、行ってこい。新今宮停車、さあ本番来た。さあ泣けなしの本気ですね。泣けなしの本気ですか、ね、行ってもらってるね感じですよね。残り30秒、ちょっと時間ありすぎだね。気をつけて、でも大丈夫でしょ、オーバーするでしょ。よし、これ聞いてくれたらきついもんな、さすがに。な、何すんねん、やばいな。何すんねん。やりきった。なんだこの路線は。まあ雨が降ってるからブレーキングが効きづらいっていうのがまずありますよね。で、
どうだろう、ただ制限があったりするんで、スピード制限が入ったりするんで、速度オーバーはないと思うんですよね、うん、速度オーバーすることはないし、むしろ駅前で速度制限かかったりするんで、嫌でもブレーキはするのかなと思いますね。私の場合はその適当に走ったから、あの減点をもらっただけで、よっぽどオーバーランとかをしなければ、ゲームオーバーなことはないんじゃないかと思います。雨に気をつければ。